フェロー諸島の紋章は、縦に銀色のお羊が描かれている。これが最初に現れた例は、キルクシュボアで見つかった15世紀頃の中世の椅子一脚であった。後に、立法府の議員などによって、羊の頭部を二重の円で囲んだ、別の印象が使われた時期がある。縦の紋章は、立法府が1816年に廃止されると、使われなくなり、 1952年に再興しても、あるいはまた、イギリス軍による、フェロー諸島占領で、デンマークの支配から解放された第二次世界大戦の、戦中戦後の時期にも用いられることはなかった。1948年に、ホームルール法が施行されると文章は復活して、議会ではなく政府が採用した。廃用者の称号は、議会の長ではなく政府の長に当てられた。 2004年4月1日、首相府は、首相と首相府が採用した新しい紋章を公表し、キルクシュボアの椅子に描かれた原型に基づく、新解釈を示している。縦の色は、フェロー諸島の旗の青色にゴールデンイエローを加えた。片方の前足を上げて、顎を引き、守りの姿勢を取ったお羊を描いてある。この紋章は、フェロー諸島の閣僚並びに、 公式の代表者のみが廃業しており、旧来の気象を使い続ける人もいる。ありがとうございます。